おはバーチャルeゲーマーようございます。バーチャルeゲーマーの薄井です。世界、タレント芸旅情シリーズ。皆様、いかがお過ごしでしょうか。世界の名だたるタレントが奮闘する、ビデオゲームをご紹介する当シリーズ。今回のテーマは、トリック、DS 版、隠し紙の住む館。2010年、コナミ発売。開発は、神宮寺三郎シリーズの、ワークジャムが担当しています。これは、テレビ朝日の人気推理ドラマシリーズ。トリックが、任天堂 DS 向けのゲームになったものです。任天堂 DS には、異常な本数のテレビ番組ゲーが存在し、推理ドラマ題材の作品も、結構な数が発売されていますが、本作もまた、そうした作品たちの、一本であります。ただまあ、内容の関係上、語りすぎるとネタバレになっちゃうので、今回はなんとなく、抽象的に、本作のポイントをご紹介しましょう。いくぞ。コナミー。ちょっと前のテレ朝のロゴだ。東宝だ。いつもの音楽と、いつもの生卵だ。とそんな感じで、BGM はドラマ版のものが、そのまま使われているのが嬉しいですね。さらにストーリーは、まずバンコクびっくりミステリー、昔話から始まり、場面が現代の花屋敷に切り替わり、ボロアパートで大家と揉めて、部屋に戻るとなぜか、でかい教授が待ち構えており、なし崩し的に大学へ連れ込まれ、事件の依頼に協力させられることになった後、生卵が割れます。とまあ、原作の雰囲気再現度は、かなり高い水準であり、トリック的な展開は大体抑えてあるので、ファンの方も満足できる内容かと思います。かといって、変にわかってる感をひけらかすような、文章回しもなく、普通にゲームの中に、トリックの新機械が、一本入ってるみたいな感じで、よかったです。キャラは全員イラストで、ボイスも一切ないのですが、違和感なく仕上げているのがすごいですね。アドベンチャーゲームとしては、かなり堅実な作りで、基本的には、マップ探索と証拠収集と総当たりです。集めた証拠は、カードとしてストックされ、これを組み合わせて、推理を行います。カードの組み合わせによって、様々な推理が生成され、その後の解決パートで、正しい推理を提示できれば問題解決。ただ、解決パートで失敗の選択肢や推理を選ぶと、右上のライフが減少。ゼロになるとやり直しです。推理デッキを再編成したり、取り逃しの証拠がないか、再探索するといいでしょう。とはいえ、たとえ失敗しても、直前からやり直すだけなので安心ですね。というのが、本作の大体です。番組タイアップゲーは数あれど、本作は、かなり綿密に作られている雰囲気があり、特に、番組ファンなら、今から遊ぶ価値のあるものだと思います。ゲームの難易度としては、私はやや、謎解きに手間取ったりもしましたが、しっかり情報を集めれば、大丈夫でしょう。理不尽な要素はないです。多分。というわけで、トリック、DS。
買いましょう。それじゃ。